細川内閣は、衆議院議員、日本新党代表の細川森弘が第79代内閣総理大臣に任命され、1993年8月9日から1994年4月28日まで続いた日本の内閣である。非自民、非共産8党派の連立政権である細川内閣の発足により、 1955年の決闘以来38年間単独政権を維持し続けた自由民主党は初めて下野することになった。1993年8月9日任命。在職日数263日。1993年8月9日任命。1993年8月12日任命。内閣発足当初。 1993年7月18日に実施された第40回衆議院議員総選挙において自民党の獲得議席数は選挙前の勢力をほぼ維持したものの選挙前の党分裂の影響で単独過半数には達しなかった自民党を離党した羽田派が結成した新政党同じく 竹村正義らのグループが結成した、新党先駆け、前熊本県知事の細川森弘が前年に結成した日本新党の三新党は、計100議席余りを獲得。新党ブームの煽りを受けた日本社会党は70議席と、ドイブームで得た議席数を半減させた。新政党が、速やかに社会党、公明党、民社党、 社会民主連合、民主改革連合の格闘派と連立政権を樹立することで合意する。一方、日本新党と先駆けは統一会派を結成し、自民、非自民双方と政治改革の実現を条件とする連立交渉に入った。これは自民党が過半数を割り込んだため、細川率いる日本新党と 新党先駆けが新政権樹立のキャスティングボートを握ることとなったことによる。日本新党と先駆けが自民党政権か非自民政権のどちらにつくか注目される中、先駆けの田中修正によれば思想心情の違う政党の連立政権は臨時、緊急の事態にしか通用しない、経済対策など懸案事項を遅らせている政治改革を早期に処理する。 特命政権として、院内会派、先駆け日本新党が、政治改革政権の提唱による、この指とまれという第三の選択肢を打ち出すという、方針によるものであったという。7月23日に、細川が、提唱文を読み上げると、各党の対応が明確になり、新政党代表幹事、小沢一郎の動きとは別に、連立政権樹立の理論的構築を行った。 この提唱に、枝さつきは、よかった、これで野合と言われずに済む。と感想を言ったという。総評とも条件の受け入れを表明したが、細川首相を提示した非自民側が結局取り込みに、成功し、細川を主犯とする新政権の発足が決まった。連立与党内における、日本新党の議席数は、社会党、新政党、公明党に次ぐ。 第四勢力である。しかも、細川は、参議院議員を2期、熊本県知事を2期、その後に日本新党を結成して、再び参議院議員を1年間務めていたものの、衆議院議員は、初当選だった。これは、理念や政策、政治手法についての考えがバラバラな八党、会派をまとめていくためには、細川の政界再編。 新党運動の先駆者としての立場、そして、旧熊本藩主家である公爵細川家の羊と、かつて首相を務めた、公爵、この絵踏み丸の孫という毛並みの良さに支えられた、国民的人気などを考慮した、新政党代表幹事、小沢一郎の判断の結果である。9月初めの朝日新聞の世論調査では、内閣支持率は、空前の71%に達した。 小沢再側近の平野貞夫によると、竹村は、官房長官就任したその日から、最大野党、自民党の最高実力者の竹下昇と、半小沢で内通し、当格を企てていたとのこと。八会派による、連立政権だったことから、国務大臣人事は、議員数などに応じて、配分枠を決め、それぞれの党の推薦リストを挙げてもらう方式だった。 首相主導で決められる人事は極めて少なかった。社会党からは6人が入閣したが、どういう人が候補になるか、リストが出てくるまでわからない状態だった。連立与党からは、新党先駆けの竹村正義、新政党の羽田つとむ、社会党の山花さだ公明党の石田幸四郎、民社党の大内慶吾、社民連の枝さつきと、 当時の党首がほぼ全員入閣した。ただし山花は、総選挙敗北の責任を取って9月に、社会党委員長を辞任し、代わって委員長に就いた村山富一は入閣しなかったため、政権と社会党執行部との間に、距離感が生じることとなった。連立与党側の運営は、格党書記長、代表幹事らの、 与党代表者会議によって行われるケースが多く、特に新政党代表幹事、小沢一郎と公明党初期長、市川雄一の1.1ラインが中心となった。当時の野党などから、権力の二重構造と批判されることもあった。当時の連立与党内では、政権党の中枢で仕事をしたことがある政治家は、自民党から分裂して誕生した、新政党以外には、 ほとんどなかったことから、主要ポストを、新政党が独占した。羽田つとむ、外務大臣、藤井博久、大倉大臣、熊谷博士、通商産業大臣、畑英二郎、農林水産大臣、中西啓介、防衛庁長官という顔ぶれは、外交や重要懸案での政策の継続性と、政権の安定性に気を配った人事だった。衆議院議長には、 新政党や公明党が元社会党委員長の同意高子を推薦した。社会党左派に人気が高かった同意を議長とすることで、連立への参加に批判的な左派を含めて、社会党全体を政権に引きつけることを狙った。内閣官房長官は、通常では首相と同じ政党、派閥の議員が就任するのが慣例だが、細川が率いていた日本新党は、 新人議員ばかりだった。新政党の熊谷も候補として挙げられていたが、結果的に、新党先駆けの竹村正義が選ばれた。内閣官房副長官には、鳩山幸夫、首相特別補佐には、田中修正と、いずれも先駆け出身者だった。当時、首相特別補佐は、制度上は認められていないポストだったが、 事実上の補佐官として首相官邸に出入りするようにした。当時の世論は自民党長期政権の下での政官業の癒着構造、金がかかり政権交代が行われない選挙システム、政治腐敗等に対する不満が高まっていた。自民党もまた数年来、金がかからず政権交代を容易にする。 選挙制度改革や政治資金規制強化などの、いわゆる政治改革に取り組んでいた。しかし党内は、主級派と後の新政党、新党先駆け、自由改革連合などにつながる、改革派に分かれて激しく対立し、結局これを実現できなかった。宮沢内閣は、内閣不信任決議を突きつけられ、新政党、先駆けの離党、衆議院における、 過半数割れによって下野することとなった。本来理念や政策が異なる連立与党各党は、世論の最大の政治的関心事で、自民党政権が成し遂げられなかった、政治改革の実現という日本新党、先駆けの条件を受け入れ、これを一致点として、政権を発足させたため、細川内閣はこれを唯一最大のテーマに掲げて、年内の法案成立を目指した。 細川は政治改革が年内に実現できなければ政治責任を取ると明言した。選挙制度改革について連立政権側は小選挙区比例代表格250.2票制の小選挙区比例代表並立制を主張。これに対して自民党は小選挙区300比例代表177.1票制を主張した。 社会党の中には本音では、現行制度の存続を望む議員も少なくなく、連立交渉の条件を飲んだはずの自民党も、また同様であり、審議拒否を繰り返した。小選挙区274、比例代表226とする情報案を、自民党が拒否したため、与党は10月18日に、元の案を、衆議院で通過させた。 参議院での実質審議は11月24日にようやく始まったが参議院は自民党と社会党の勢力が大きく年内可決の目処は立たなかった。また12月2日、防衛庁長官の中西圭介が半世紀前にできた憲法に厚生大臣にしがみつくのはまずいと述べたことが憲法改正発言と批判され辞任し公認に 同じく新政党の愛知和夫が就任した。連立与党各党は、年明けの1994年1月4日にそれぞれ議員総会を開いて、政治改革実現の決意を固めた。5日からの参議院政治改革特別委員会は、自民党の欠席戦術にもかかわらず、連立与党の結束は固く、自民党も成立を前提とした。 修正論議に傾き始めた。1月21日、社会党からの造反があり、参議院で法案が否決されるが、細川は自民党の改革推進派議員にも呼びかけて、決起集会を開き、改めて政治改革関連法案成立の機運を盛り上げた。自民党総裁、河野洋平も、細川とのトップ会談に応じ、急転直下、小選挙区300。 比例代表200点に表制、企業団体献金は1団体50万円までとする、妥協が成立。両者は1月29日の午前1時、共同記者会見を行った。この合意に基づく改正公職選挙法や、改正政治資金規制法、政党助成法などの政治改革4法は3月4日に、成立、5年以上の年月を経て、ようやく政治改革は実現した。 結果的に見れば、この政治改革の実現が、細川政権のほとんど唯一の実績となったが、ここで導入された、小選挙区制や、政党助成金制度は、後の政治のあり方を大きく変えていくことになる。高い支持率を背景に、細川は引き続き行政改革、規制改革、地方文献、景気対策等の懸案に取り組んでいく姿勢を見せた。12月、 米輸入合意の決定を受け、社会党出身の村沢牧が反対を表明して、農林水産政務次官を辞任。細川は就任当初から税制改革にも意欲を示していた。また、9月に始まった日米間の経済問題を協議する日米包括協議でアメリカは内需拡大とそのための所得税減税を日本に求めており、 11月の日米首脳会談で、細川は所得税減税を翌年実施する考えをビル・クリントン大統領に対して示した。この時、次期首脳会談を翌年2月11日に開き、それまでに日米包括協議の合意を図ることも決められ、日本側は所得税減税分を埋める財源確保の必要に迫られることになった。日本の社会的支出。 緑は医療、赤は年金、紫は、その他、赤字国債を発行しないことが、細川政権の公約の柱の一つだったこともあって、新政党の小沢代表幹事と大倉省は財源を赤字国債に頼らず、消費税の増税に求めることにしたが、社会党は、消費税増税に絶対反対の姿勢だった。同時期、細川内閣が、 市場命令に掲げる政治改革の実現は難航しており、そのため例年であれば12月に終わる予算編成を年明けまで続けるという異例の方針を取ることになった。政治改革は年が明けた1月29日にようやく細川河野合意にこぎつけるが、日米首脳会議までの時間はわずかとなっていた。2月1日には社会党出身の大倉政務次官である。 中村正夫が体調不良により辞任。後任に早川正が就任した。2月2日版の政府与党首脳会議で、社会党や竹村官房長官は消費税増税に強行に反対するが、細川は3日午前1時に会見を開いて国民福祉税構想を発表した。3年後に消費税を廃止して、 福祉目的の7%の国民福祉税を導入するというものだった。しかし、この構想は、厚生大臣や官房長官にも知らせていないもので、政権内外の反発を呼んだ。4日の連立与党代表者会議で撤回が合意された。日米首脳会談は決裂し、結局3兆円余りの赤字国債発行を盛り込む、平成6年度予算案が2月15日に、 編成された。連立の一致点であった政治改革が曲がりなりにも実現したこともあり、政権は国民福祉税構想の存在高急速に求心力を失っていく。細川内閣は八会派による寄り合い状態の矛盾を内包していた。安全保障、自衛隊政策で他党との大きなズレがあった。社会党が政権運営の足を引っ張ることが多かった。 1994年度予算の概算要求では空中警戒管制機を追加要求しようとする動きに社会党の閣僚が反対意見を表明した。在外法人救出のために自衛隊の航空機を使用できるようにする自衛隊法改正案の扱いでも連立与党が揺れた。国民福祉税構想では社会党議員の多くは 消費税自体に反対していた。1月31日は政治改革4法の成立に伴い、先駆けの田中修正が内閣総理大臣特別補佐を辞任。早期からあった1.1ラインと先駆け代表の竹村官房長官との対立も政権運営の手法や政治改革の方法などに加え税制改革をめぐって深刻化。竹村は悪化が 明らかになってきた景気への手こ入れを優先し、政治改革法案は継続審議にすべきと主張する自民党に同調し、幹部とも頻繁に接触していたため、公鉄案が浮上した。総務政務次官を務めていた小池百合子は、北朝鮮有事に際し、アメリカ側から北朝鮮に融和的な社会等や、竹村の存在を問題視されたのも、 鋼鉄案が生じた一因だと、後に10回している。細川は、小沢の内閣改造断行や竹村鋼鉄の、進言を受け、政治改革法案の成立を一区切りとして、改造内閣を発足させる意向だったが、社会党が、政権離脱をちらつかせるため3月2日に断念。また、自民党は、細川の佐川急便グループからの、借り入金処理問題を、 前年10月以来徹底的に追求し続けていた。自民党幹事長の森吉郎は、亀井静香とよく相談し、森曰く亀井は、いろんな情報を取ってくるのがうまく、深谷隆史、野中広夢、江藤聖志郎らが、予算委員会の理事になり、細川の佐川急便から1億を借り入れていた。問題を全面的に追求した。自民党内に、 細川首相の疑惑に関する調査特別委員会を作って、検事出身の松永光が委員長になり、委員内にこの委員会の名前に看板をかけ、森は与党から批判されたが、こっちは野党だからね。松永さんは検事出身ですから事実関係を論理で追求していくんです。細川首相の個人的な問題点を全部調べ上げていったんです。 細川家の財産は一部は国のものになっているんですが、中には税金のがれ的なものが随分あったんです。財団のものになっているものもありました。と述べている。4月8日に細川が辞意を表明。細川内閣は4月25日の閣議で総辞職し、1年に満たない短命政権で終わった。細川の大臣表明は、 世間に唐突との印象を与え、無責任な政権投げ出しとの批判も浴びた。内閣支持率は末期でも50%前後あった。連立与党内からはもう少し踏ん張れば自民党は崩壊していたのにという声もあった。しかし実際には政権運営は完全に行き詰まっていた。政治改革の実現後は連立政権は 遠心力ばかりが働くようになり、各党の生き残りと将来の政界再編を睨んだ、主導権争いばかりが目立つようになっていた。細川は、政権は、長さを競うものではなく、何をするのかが大事だというのが、かねての政治信条だった。米の市場解放と、政治改革という二大懸案を片付けた後は、いつやめるべきかを自問し続けていた毎日でもあった。 政界再編をめぐっては、小沢らが自民に対抗する勢力を一つにまとめた自民対非自民の二極構造を考えていたのに、対して竹村や村山は自民と非自民の間に独自の第三極を作ろうとしていた。これらの動きは細川内閣による政治改革の実現で増幅された。細川は あるべき政界の姿として、恩恵な多党性を主張していたが、当時は最大野党だった自民党がダントツの力を持ち続けており、小沢らが唱えていたに極論に傾いていった。小沢一郎は、週刊エコノミストのインタビューで、細川政権が短命に終わった理由を質問された際、素人が政権を取ったのだから、しょうがない。 イギリスの議会制民主主義だって定着するまで時間がかかっていると答えている。社会党委員長だった村山と一は小沢との対立が細川内閣が短命に終わった一員だと証言していた。村山によると小沢は何か問題が起きると社会党が足を引っ張ったと批判することが多かった。7党一会派が政権を構成しているのだから 政権運営にはかなり神経を使わなければならないのに、それがうまくできなかったことが大きい。だから細川さんは早く辞めざるを得なかったんだ。ありがとうございます。